子猫の地位が始まるよ。負け負け負け。地位は朝から元気ね。にゃー負け。はい、向こう行った。おーい、取れない。お仕方がないわね。にゃよっと。お母さん何着てる？あ、ほーらあったわよ。おあら、ちょうだいちょうだい。毛がついてる。猫がいると部屋が汚れるのが早いのよね。大掃除からもだいぶ経ったし。よし、今日はお掃除デーよ。よし、お掃除の心得その1。汚れは見えないところに潜んでいるの。家具の後ろや下は念入りにね。いい？ちい、今からお母さんお掃除するから邪魔しちゃダメよ。しばらく大丈夫そうね。さてと、家具の後ろって言えばまずはここよね。よっと。うわ、ここにもホコリが。あら、こんなところにも。よし、まずはここからね。ほっ。よしと。楽勝だったわね。お母さんに。うわ！いった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 。もう、ちい。にゃ？あ！大きいの見つけた。はい。今度こそいい子にしててね。しょうがないわね。使わないとこ。あった。ここがアンチンだ。さてと、次は鉢植えの裏って湿気がたまりやすいのよね。きた。よっと。見逃さないわよ。あ、やっぱりいた。観念しなさい。はい、大丈夫だった。にゃっ、なんや。にゃっ、ゲームやる。にゃっ、うわっ、チー。もうチーったら。遊びじゃないのよ、ちー。今のうち。お掃除の心得その2。窓拭きは泡が垂れないうちに素早くリズミカルにね。お母さん何着てる？何着てるんですか？これで窓をきれいにするのよ。にゃ
ガラスがあるから取られないわよ。外は念入りにやらなきゃね。遊びじゃないの。お掃除の心得その3、床磨きは木目に沿って流れるようにスムーズに。お母さん、なんだ、邪魔しないの。ルルルルルルル。にゃー。ちー。ダメよ、ちー。ルルルルルルル。にゃー。ルルル。にゃー。仕方ないわね。にゃー。ちーがそのつもりなら、どんな汚れも許さない。スーパーお掃除エンジェル、ミワちゃん参上。あら、にゃ、いくわよ、チー。猫モップ、ワイパー。それそれ、あ、それそれ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 、これぞ、ネコモップワイパーよ。一緒にお部屋をピッカピカにするわよ。これ面白い。綺麗になったけど、なんか疲れたわ。あとは寝室と上の部屋か。結構大変ね。そうだ、お掃除の心得その4、科学の力でパワーアップよ。いでよ、お掃除ロボ。お掃除を開始します。頼んだわよ。ゴミ発見。あれは楽しいやつだ。ゴミ発見。にゃー、やるわね、ちー。わーい、楽しい。これはまさにお掃除キャット。ちー、二人で一緒にスペシャルお掃除よ。にゃー、わーい。さらにそれそれ、わーい。それわーい。それ私たち最高のコンビね。出たわね。ほこり探知、ほこり探知、ほこり探知。逃がさないわよ。お掃除エンジェルとお掃除キャットのダブルバキューム。なんだ。終わったわ。手伝いしてくれたのよ。え、チーが？すごいじゃないか、チー。お利口さんだったのよね。にゃ、にゃ。あ、チー、そのお腹すっごく汚れてる。にゃ。お掃除の心得その5。にゃ、お母さん。はい、ここは汚れた体はシャワーですっきり。